特務部特殊凶悪犯対策室第7課通称特7捜査日誌。ウォーロックを逮捕して3ヶ月が経ちました。一ノ瀬、二条、コーヒー入ったぞ。おお、サンキュー、じいさん。いただきます。当初、事後処理やら残党の暴動、犯行予告への対処などあり、それなりに忙しくしていた私たちですが。つうか、じじいにやらせんなよ。じいさんが飲むっつうから、ついでに頼んだんだろ。甘いですね。砂糖何杯入れました？文句あんなら塩入れんぞ。はっきり言って、今は暇です。暇。戻りました。今日は外暑いのね。汗かいちゃった。お疲れさん。暴行事件は無事解決できたか？暴行事件っていうか、ただの激しい夫婦喧嘩でしたけどね。奥さんの方がドワーフ系で力強くってね、止めるの本当に大変だったわ。今日は痴話喧嘩、昨日は不良少年の揉め事、この前は何だっけ、動物園から逃げ出したダチョウの確保ですね。刺激的な部署だな、ここは。いいじゃねえか。このまま退職するまでのんびり穏やかに過ごすってのも。みんな大変だ。ボス、どうしたんですか、そんなに慌てて。事件ですか？ああ、これは間違いなく前代未聞の大事件だ。ルキ、すぐ出られるよう準備しとけ。はい。それで事件とは？驚かずに聞いてくれ。予算が降りたんだ。はあ？慰安旅行の。慰安旅行？警視庁特務部特殊凶悪犯対策室第7課通称特7、ドラマ CD ボリューム2、怪奇特7湯煙殺人事件。テンション高いですね。特7に慰安旅行の予算が下りるのはそれだけ大事件だったってことよ。確かに何度申請出しても却下だったもんな。ウォーロックを捕らえたことで俺らも多少は認めてもらえたんだろうな。くー、長かったぜ。乾杯。この人たちもう飲んでる。いいんじゃない、今日はブレイクってことで。遠藤さん、おかわり。おう、七月もなんか飲むか。ビール、酎ハイ、ウーロン茶、何でもあるぜ。あ、じゃあお言葉に甘えてビールを。私はウーロン茶が欲しいです。はいよ。ほれ、ベルメールはウーロン茶な。わーい。七月はビールっと。ありがとうございます。いや、それにしてもボスはちょっとかわいそうでしたね。そうね、まさか決めた日程と会議が重なるなんて。一家の嫌がらせじゃねえの。あり得るな。まあ明日の朝には合流できるそうなので、それまでは私たちでどんちゃか騒ぎましょう。イエーイ。浮かれてるな。二条さんは飲まないんですか？飲みません、あまりにも非常識です。そうですか。なんかこう仲間内で楽しい感じしますけど。いいですか七月くん。はい。飲酒後の入浴はアルコールの分解を妨げる上に心臓にも負担がかかります。体が温まることで血液の循環が良くなり、さらにアルコールが全身に回ることから入浴前の過度な飲酒は認められません。常識だと思いますが。はい、すいません。それにその状態ではどんな良い湯も台無しだとは思いませんか。え、湯を楽しむには節度が重要です。では私はやることがありますから。あ、ガイドブック持ってる。温泉好きなんだ。で、これから向かう暗雲館ってのはどんな旅館なんだ？それがネットにはあまり載っていなくて。周囲の旅館の中では最も古い老舗旅館だそうです。ガイドブックには小さな写真が載せられていますが、かなり古風で雰囲気を楽しめる宿だと。そばには同じく平安時代から続く寺院があり、そこから響く鐘の音を聞きながら源泉かけ流しの湯に浸かるのがおすすめらしいですね。もう読み込んでるんですね。うまい酒と風呂がありゃ何でもいいぜ。は、間もなく到着しますよ。
安泰へようこそ。おかみのあわやれ子でございます。さすが老舗。すごいです。廃墟の病院と廃墟の洋館と廃墟の霊園がすぐそばにあります。呪いのフルコースか何かか。屋根の瓦がところどころ剥がれてるな。というかちょっと建物斜めってません？失礼。このガイドブックに載っている写真はいつ頃の？30年ほど前の写真でございますね。 30！ ボス、写真だけ見て適当に決めたな。古風ですごく素敵じゃない。行きましょう。忍者が出てきそうです。まあゆっくりできりゃどこでもいいさ。酒がうまけりゃ何でもいいぜ。では皆様、ご案内させていただきます。床が腐っているところもありますので、どうぞ足を取られぬように。なんか忍者以外にも出てきそうなとこだな。二条さん大丈夫ですか？何がですか？あ、いや、なんか二条さん綺麗好きだからこういうところ苦手かなって。確かに。正直今すぐにでもタクシーを呼んで別の宿を探したいところですが、すでにここ以外は満室のようです。調べたんですね。暗雲感か。不安しか感じないが、源泉は裏切らない。この時俺たちはあんなことが起こるなんて想像してなかった。そう、誰も。いちいち声上げるなよ、ルーキー。だって踏んでもない床が鳴るし、どこからともなくカタカタ言うし、鐘の音もなぜか外より大きく聞こえるし。あ、お札貼ってますね。どれどれ。ほら、あの隅の方にさりげなく。本当だ、風情あるわね。風情で片付けていいものなんですかね。なんだよルーキー、お前そっち系は苦手か？得意ではないですね。ほら、なんか幽霊とかお化けって殴ったり蹴ったりできなさそうですし。くだらない、そんな非科学的な存在いるわけないでしょう。へえ、お前幽霊とか信じないタイプ？もしかして怖いとか？子供でもあるまいし、怖いわけないでしょう。仮に存在していたとして、いても気づかないような存在、あるいは声がする、音が鳴る、うっすら見える、その程度のものがいても困ることなんてありますのじゃ。七月くん、さっきのおばあちゃんですよ。え？すいません、すいません。いえ、私が皆様にお声掛けさせていただくとほぼほぼそう叫ばれますゆえ、お気になさらずに。それ背後からばあさん出てきたらビビるって。俺もちょっとビビったぜ。あわやさんでしたっけ？幽霊出るんですか？霊かどうかはわかりませんが、最近夜な夜なごそりごそりと何かが這う音がしていましてな。その音が聞こえた日には必ず館内から物が消えてしまうのです。物が消える？館内の備品、調度品、時には食料、金庫の紙幣まで。幸いお客様のものまで消えることはありませんが、少しずつですが確実に消えているのです。へえ、そりゃ幽霊じゃなくてコソ泥かなんかじゃねえか？そうですね。お言葉ですが、見たところセキュリティもあまり充実しているようには見えませんし、旅館は他の宿から離れていて街灯もありません。夜になると真っ暗でしょうから、忍び込むのは容易かと思われます。地元の警察には通報したのか？いいえ、この宿は私と板前の古谷と数人の従業員で細々と経営しておりますゆえ、騒ぎになれば客足は遠のくことでしょう。そうなれば我々は亡き主人を追ってここで首を吊るしかありません。
そこの梁。え、梁？とても頑丈で、大人がぶら下がってもびくともしませんので、やるならそこで。うわあ、そんなこと言わないで。俺たちが犯人を見つけますから。ほ、本当でございますか。俺たちこう見えても刑事なんですよ。だから安心してください。おいおい、何勝手なこと言ってんだ、ルーキー。とはいえ、ほっとくわけにはいかねえだろ。そうですよ、お年寄りには親切に。これ忍者の基本です。忍者は関係なくそうだと思うけど。ご賞でございます。真相が分かりましたら精一杯のお礼を差し上げますので、どうかどうか我らの命を救うと思って。このまま死んでは、死んでも死にきれません。死んだら化けて出てきそうだな。酒はしばらくお預けだな。一ノ瀬さん。ばあさん、消えたものと事件の発生時間を教えてくれ。できるだけ詳しくな。慰安旅行でも結局こうなるのね。だな。それはそうと、二条のやつ大丈夫か。え、さっきから気を失ってるぞ。二条さん、二条さん、しっかりしてください。二条さん。ほんと、いいお湯ね。いいんですかね、泥棒捕まえるって豪語したのに。こんなゆっくりお風呂に浸かってて。あら、幽霊じゃなかった？真相は犯人を捕まえるまでわかりませんが。じゃあいいんじゃない。お化けも泥棒も出るのは夜なんだから。それまでは予定通り羽を伸ばしましょう。あー、しみるわ。あかねちゃん、おばあちゃんみたいですよ。大丈夫、ここの温泉お肌すべすべになるみたいだから。ほら、もうすべすべ。へえ、どれどれ。おー、確かに。あー、これはこれは、ほうほう。ベルちゃんは？ってベルちゃんはもともとすべすべよね。いいの、ホムンクルス、全然年取らなくて。あかねちゃんも血とか吸えば若返るんじゃないですか。どうかしら、試してみる？うわー、やめてください。待て待て。いいね、華やかで。隣は。そうですね。それに比べてこっちは。なんだ、俺じゃ不満か。いや、ただちょっとあれだな、だいぶむさいな。男同士の裸の付き合い、いいじゃねえか。やだよ、暑苦しい。七月くん、何ジロジロ見てるんですか。あ、二条さん、脱ぐと意外とすごいんですね、筋肉。はあ、そういう七月くんこそ。俺、体だけが取り柄なんで、結構鍛えてるんですよ。ほら。おっと、筋肉なら俺に任せろ。はいはいはい、全然嬉しくない会話だからやめてくれ。つーか二条、お前風呂なんか入って平気なのか。何がですか。さっきぶっ倒れてただろ。少し寝不足だっただけですが。いや、それはちょっと無理があるような。あんま言ってやるな。誰にでも怖いもんの一つや二つはあるだろう。じいさんの怖いもんは？約束をど忘れした時の娘と元女房。ああ、そら怖いな。別に怖くありませんよ。そもそも心霊現象など全てまやかしですから。そうか、俺はいると思うけどな。一ノ瀬さん、そういうの信じるんですね。意外だ。こんだけ古い旅館だ、もしかしたらマジでいるのかもな。いるって。そんなバカな。ドラゴンだっていた世界だぜ、何がいてもおかしくない。今だって、ほら、お前の後ろに。うるさい、冗談だっつうの。まったく付き合ってられませんね。もう出るんですか。幽霊談義なんて興味ありませんから。犯人を捕まえた後に一人でゆっくり浸かりますよ。あんまいじめんなよ、一ノ瀬。あれは昔なんかあった口だ。そういや、ルカのやつが小さい頃肝試しやって何度も弟泣かせちまったって言ってたような。分かってるならやめてあげてください。あー、こちら一ノ瀬、全員聞こえるか。こちら七月、聞こえます。
こちら色彩、聞こえてます。隙間風がちょっとひどいけど大丈夫？ああ、まあ問題ない。じいさんは？最近のスマホはすげえな。グループチャットでこんだけ会話できるなんてよ。二条は？おい二条、こんな古い懐中電灯しかないのか。これじゃスマホのライトを使った方がマシじゃないか。二条くん。こちら二条、大丈夫です。あの二条さん、本当に一人で平気ですか？何か問題でも？まあ本人が平気だって言うならいいだろう。さてばあさんからの証言によれば、消灯後に奴は現れる。全員闇に紛れて犯人の動きを探れ。何か質問は？あのそもそもなんですけど、なんでこの旅館こんなに暗いんですかね？確かにな。あるのは非常灯と切れかかった電灯、あとはボロい自販機の光だけだ。コスト削減だとよ。老眼には答えるか？ドワーフ系の視力なめんな。天井にある無念を残した男のようなシミまでくっきり見えるぜ。すごいですね。俺なんか暗くなると全然ダメです。同じく。耳はいい方なんですか？かくいう俺も嫁は聞かない方だ。頼りになるのはじいさんとヴァンパイア系の色彩さんだけだな。幽霊って銃や刀で切れるのかしら？塩でも振っておけば効くんじゃないか。知らないけど。ちょっと塩もらってきます。いや意味ないと思いますけど。そういえば塩じゃないけど、さっきもらったトマトの缶ジュースみんな飲んだ？ああ、さっきばあさんが運んできてくれたやつか。この辺りトマトが名産なんだってな。すっごく美味しかったからみんなも飲んで。私なんかベルちゃんの分もいただいちゃった。そういえばベルさんは？部屋で待機。大した事件でもないし、お風呂入って眠そうだったから部屋で休ませてるわ。忍者ですから。ってことでもう一杯あるから乾杯しましょう。でも一応今張り込み中ですし。いいじゃないか。このまま暗いとこで待ってるだけじゃたるいし、だらだら飲みながらだべりながらでもよ。はい、乾杯。乾杯。おう、乾杯っと。もう乾杯。本当に美味しい。ああ、こりゃいけるな。今のはいけるが、こりゃ私もう一杯もらってきますね。早っ。というか色彩さん、なんか機嫌よくないですか？トマトジュースってほら血っぽいだろ。ヴァンパイア系にはテンション上がるんじゃないか。適当だろそれ。まあな。緊張感ないな。じゃあ緊張感のある話してやろうか。え？これはある旅行者たちが山奥で経験した話だ。まさかの怪談？その日は夏だっていうのに日が落ちるのが嫌に早かった。夜になれば野犬が出ると山を越えようとしていた彼らはひどく困ったそうだ。このままでは目的の宿にはたどり着けない。さてどうしたものか。腕を組んで悩んでいると木々の奥からポッと明かりが灯った。なかなか本格的な入りだな。遠藤さん、ふざけるのはやめてください。まあ聞け。旅行者たちは明かりの方へ誘われるように歩みを進めた。すると目の前に大きな古い館があったそうだ。門の前に美しい女が立っていた。山奥はすでに暗闇。彼らは女の勧めでそこで一晩過ごすことになった。女にもてなしを受け、その晩は大層盛り上がったそうだ。その夜更けもてなしも終わり眠りにつく頃、旅行者の一人が女に礼を言いに行くと部屋を出た。仲間たちはそいつが戻ってくるのを待つが、一向に戻ってこない。それで夏希君、食いつかないでください。彼らの一人がそいつを探しに部屋を出た。
仲間たちは戻ってくるのを待つが、戻ってこない。また一人が部屋を出る。そして一人、また一人と部屋を出て行き、帰ってこない。最後に残った旅行者は不審に思いながら廊下に出る。すると旅行者の肩にポンと手が置かれた。ただならぬ気配に恐る恐る振り返った。するとおいおいじいさん、驚かせ方が古風すぎんだろう。じいさんおい、もういいって。あの一ノ瀬さん、遠藤さんの悲鳴、真に迫ってたというか、妙にリアルじゃなかったですか？変な音もしてましたし。だな。二条、お前ちょっと様子。お断りします。はあ、色彩さん。色彩さん、もう返事ありませんね。一人、また一人消えたか。まさかさっきの話みたいに。七月くん、そんなバカな話があるわけないでしょ。偶然ですよ。でも、じいさん、色彩さん、応答しろ。じいさん。ダメだ、何も反応がない。本当に幽霊？バカな、非科学的だ、ありえない。誰かのいたずらだ。もしくは犯人が私たちに気づいて罠を仕掛けている。二条さん、今銃にマガジン込めませんでした？確実に息の根を止めます。止めちゃダメでしょう。二条さんがやられました。っていうか、何ですかさっきの声。おお、落ち着け。今考えてる。とにかく一人でいるのは危険だな。とにかく一度お前のとこに合流する。通話は切るなよ。了解です。今の誰の声？捕まえた。近い。一ノ瀬さん、なんかヤバいの近くにいます。一ノ瀬さん、そこにいるの誰？警察呼ばなきゃ。俺が警察だ。俺が何とかしなきゃ。俺が来る。なんかあの幽霊、服が真っ赤なような。あれ地下？くそ、やるしかない。こうなったら先制攻撃で。見つけた。どうせん、どうせー、投げられた。一ノ瀬さん、そこまでだ。あれ、明るい。彩さん、そういうことかよ。一ノ瀬さん、ていうかその抱えてる男の人誰ですか？七月くん、タトリュースいる？どういう状況ですかこれ？説明は後だ。とりあえずその辺で気絶してる二条とじいさんを起こすぞ。はあ。手錠は持ってきてねえから縄で我慢してくれよ。くそ、泊まり客が警察だったなんて。この人が幽霊の正体ですか？名前は板垣進、ドワーフ系。3週間前からここで働いてるが、自分の休みの日に忍び込んでは細々と盗みを働いていたらしい。はあ。で、それを投げ飛ばして捕まえたのが。見て、あなた、
投稿サイトで1位になってるわそう、そこでふわふわ寝言言っちゃってる人、なんであんな風に浴衣も血まみれっていうかトマトジュースまみれだし。それなんだが、缶を明るいところでよく見てみたらレッドアイって書いてあってさ。レッドアイってビールをトマトジュースで割ったお酒ですよね。ああ、そういえばこの人、普通のビールは平気だけどシャンディガフとかビターオレンジとか割ってあるやつはすぐ酔っ払ってたっけ。しかも酔っ払うとめんどくさいんだよ、すぐ投げ飛ばそうとしてきて。ああ、それで俺投げられたんですね。じいさんも二条もな。ついでに浴衣が真っ赤なのはレッドアイを途中で派手にこぼしたと。なんて人騒がせな。それほどでも。はあ、まあこれで一応は一件落着だ。お疲れルーキー。ほんと疲れました。この度は当旅館の従業員が誠にご迷惑をおかけしました。いえいえ、犯人が見つかってよかったです。従業員の人が犯人で、おかみさんとしては辛いかもしれませんが、犯人は地元の警察に引き渡した。被害届を出すかどうかはばあさんに任せるよ。本人もあまりの不用心さについ魔が差したとか言ってたしな。そうですね、彼が反省するのであれば旅館で誠心誠意働いて罪を償ってもらうつもりです。動機はどうあれこの旅館を支えてくれた若者ですから。そうですか。本当にもうお帰りになられるのですか。予定ではもう一泊お泊まりになるはずでしょう。まだおもてなしもできておりませんが。ここに留まっても警察に詳細聞かれて一日拘束されそうだからな。また別の機会に邪魔するよ。その時は精一杯のご馳走を用意させますから、どうぞいつでもお越しください。はい。なんか疲れたな。ですね。でも温泉はすごく気持ちよかったです。本当に帰るんですか。忍者的にはお風呂気持ちよかったし、お布団ふかふかだったし、もっとヤン旅行を満喫したいんですけど。いいね、お前はぐっすり寝てたもんな。周り見てみろ。頭痛い、気持ち悪い。俺なんで頭打ってんだ。髪の長い赤く濡れた女後ろに。みんなにはいつ事情説明します。帰ってからでいいだろう。寝不足で眠いったらない。そうですね。皆さん、バスが出ますよ。さようなら、アウンカン。ありがとう、ビバ温泉。さようなら。あ、この件、誰かボスに連絡しました？あ、ねえ、タクシー飛ばしてきたんだけど、なんで誰もいないの？ま、たまには一人でのんびり湯に浸かるのもいいか。すみません。いらっしゃいませ。ひえテレビアニメ特7ドラマ CD 第2巻キャストトークということでございましてね、皆様お疲れ様でございます。ここからですね、アフレコ収録を終えての感想なんかを、一人一人自由に語っていただけたら嬉しいなというところでございまして、私司会を担当させていただいております。よっよっ七月政治役下野博でございます。はい、ということでね、はい、ありがとうございますね。いや本当皆様の声援に応えて頑張って司会を務めていきたいなと思いますけれどもね。いや今回ね、改めてね、あのドラマ CD 収録させてもらいましたけれども、慰安旅行ということでね、いやなんて言うんでしょうね、あの随分本編以上に
喋大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、そうですか、完璧です、完璧ですか、本当ですか、わかりました。いや本編以上にねすごいなんかこうずっとわぎゃあ叫んでいたような気がするなーなんつってね、いやー本当楽しかったですねということでね、またそういうこういう機会があったらいいななんて思っております。じゃあ続きまして、いやこういうドラマ CD の機会とか得なのでこういう感じのね、はい、じゃあ津田さんお願いします。はい、はいどうも、お疲れ様でした。一ノ瀬しおり役津田健次郎でございます。怖い話ということでございましたけれども、それよりもですね、温泉に行きたいということで、みんなが現場で盛り上がっております。熱海が近くていいというね海田さんがおすすめしてくれましたけれども、めちゃめちゃ45分で行けるんですか。あらまあなんかいつかね間に合いますか、翌日の仕事でも夜行って朝帰ってこられるみたいなね、そんなことで、あ風呂入りてえな、確かにね無茶はできないですね、行きてえな。お疲れ様でした。今誰に向けて言ったんですか。さあ、九条じゃない、二条クジャク役の鈴木太郎ですね。そんなフリーダムに喋っていいもんだ。そうかそうか、紹介しなきゃ。そうかそうか、はい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 、はい、次は、この方でございます。僕です。はい、はい、どうも僕です。さっき言ったんだって二条クジャク役のつってちゃんとなんかいろいろ被ってたぞ今。いいのか、もう変えちゃう。もう変えちゃう。もう本当二条クジャク役の鈴木太郎ですよ。はいはい、お疲れ様でございます。もう本当にね温泉行きたいですね。はあ、最後に行ったのいつだったかな。よっよっいや、よのタイミング、さすが何が無情、うんって感じでございました。本当に楽しかったです。長いよ、長いこと、はい、ありがとうございました。本当に。じゃあ次はゆうこ姉さんに。いやそれだけ信じらんないモノローグ。コメントしゃべってるよ。はい、色彩あかね役の海田ゆうこです。ニャ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 ン、ビボビボ、あかわいなんだそれ、やばれ、やばれだ、やばれだ、やばれだ。温泉とお酒で楽しい夜でした。皆さんも楽しんでください。次はありちゃんです。はい、あメルメル三角のおざわりです。いやなんか私もお化けダメなんで、すごい二条さんの気持ちめっちゃわかるんですけど、はい、やっぱりだから温泉行くときはもうスタジオいるって、そう、あのでも大丈夫です、みんな強いから、みんな強いから、強い先輩がいっぱいいるんで、きっと大丈夫だと思ってます。怖いな、本当ですか。でも私見えないからきっとね、ちょうどありちゃんが座ってるあたりがそう。え、本当、本当だよ。あ、ちょっとここ行って席替えします。じゃあ次の武井さん、はよーはよーって言ったって最初からは出ないよ、はい、遠藤六助役の野村健二です。よーどうも遠藤、今回ね喋ってたな。もうまさにこうドラマ CD 喋るな。あ、いいですね。いやもう本編喋ってない、これはいいんですかね。まあ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 そんなことはなく、まあ重要ですよね。ちょっとスナイプはしなかったですけどね。うん、もうね。その代わり階段を。そう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 。かなりな。怖いな、怖いな。ってやりたかったですけど、はいはいはい、それ怖いのがなかったんですよね。そうですね、そうそう、ちょっとやりたいなと思いながらキャラクター変わっちゃいますし、まあ普通にやっちゃいましたね。失敗したな。ということで、うん、次はあ、どこにいるんだ森川さん。森川さん、森川さん、社長よ。はい、ただいまご紹介に預かりました、徳奈良の桐流院左近ゼロエモン役の森川敏行です。ということで今回はまたまたでも続きましたね、ドラマシリーズね、このまま続けばずっと続けばいいのにね、なんて思ってるんですけれども、今回は慰安旅行というね、いいですね、温泉ね行きたいですね。でもこういうの寂しいですよね、後からこうね駆けつけてみんなと合流するっていうのも、みんなのその盛り上がりに後からついていかなくちゃいけなかったりとかして、結構ね置いてけぼり感があったりとかするんで、一緒に行きたいですよね、もうぜひね。でもこういうなんかでもなんかこう幽霊がの話って意外に盛り上がったりとかするんですけれども、旅館とかってねそういうのがありそうな感じがして、ちょっとなんか
いいですよ、良くないね、怖いですよね、はい、ゼロエモンですということで、それでは戻りますよ、下野くん、下野くんにバトンタッチさあということでね、もう説明しませんよ、ね、ボスはちょっとあれだったっていうことはそんなに深く説明しませんということでね、今回も、大変ねドラマ CD ね楽しく、やらせていただきました。またこういう機会があったらいいなと思いつつ、だから楽しくね楽しいドラマ CD がまたやれたらいいなって、なんで毎回毎回言うのかな君は。タツくん、ちょっと物覚えが悪くてそうか、じゃあ仕方ねえな、そうですね、いつの日かあの徳永チームでですね温泉行けたらいいなってマジで思ってます。イエーイ、イエーイ、ということで、ありがとうございますまあ何にしてもまた、お会いできる機会、楽しみにしております。その日までバイバーイ。こんなグダグダでいいんですか？大丈夫だと思います、はい、ありがとうございます。